OK。ということで、じゃあ、ちょっと、いつもの位置に。はい。早かわず、かわず優等生すぎる。直立不動やったやん、さっきまで。そう、ピンピンってなっとった。すげえ。そう、セイバーのランドセル。背負ってる。あ、天使の羽ね。あ、うん。はい、こんにちは。バーサーカーモンキーズのゲンゲンと、ウサンと、カワスです。お願いします。します。ということで、本日も、はい。はい、ダブルクロスやっていきましょう。いや、もう楽しみで。楽しみでね、この時間がね、もう夜も寝られなかったっすよ。あの暴露するんやけど、あの村クエストのホロロホルルにイライラして、もうそれ以来やってないらしい。え、今回星さんのクエスト、あの前回ね星さん解放したんで、え、まずねディノバルド行きましょう。ちょっとあれやけど、あ、なんていうの、カーズとかさ、うん、知らんやろディノバルド。全く存じ上げません。あ、でもそうか、ワールドじゃあはライズかに出てくるんか。多分覚えてない。ライズ出てきたっけ。覚えてないって。覚えてない。もう無意味や。じゃあじゃあ無意味。カーズ、こいつの前ではもうカーズの頭の中にライズしてきてないディノバルド。そうしてきてないね。ってうまい、うまいが欲しかったんかお前。うまいを求めるな。求めたい。うまい。味の素の食品メーカーさんもうまいを求めてるんやから。あの案件をいっぱいもらおうとせんといて。味の素。味の素の案件お待ちしております。じゃあ行きますか。はい。はい、せーの、ひとかり行こうぜー。ふふうえ。うえ。うえ。3人分ぐらいのリアクションしたな。もう誰も言わない。お前らが言わんからよ。誰も言わんからもう。俺はもう最終話までこれ言わんからね。意地やな。俺これ三重人格で一人でプレイしとる気でおるから、いつも。怖っ。そんな気持ちでやってたの。出来の悪い仲間を持つとちょっと大変やん。頼むで、ほんま。やめて。ルフィが言わんセリフ、やめて。エースやから。エースのセリフやから。エースのセリフなんかい。ルフィは言ってないけど、エースが言っとんかい。ルフィ言うたことないから。おい。ほんでおるんかい、ディノバルト。おるおる。あ、おった。ここ2、2かな ?2 やね。ごめん、ちょ、俺マップ取れてなかった。ああ。マップ取った気でおったけど、多分誰か取ったな。俺が取った瞬間に。おい、じゃあそこ行け。気持ちいい。お、ナイス。カード強いから気をつけろよ、こいつ。あ、めっちゃ目の前来た。うわ、絶対痛ないやろ。お前何も食らってないやろ。でかい。カラダメージすごいのよ、カーズ。なんか前から思っとったけど。カラダメージ。いやいや、俺、ちゃんと尻尾は食らってた、今。あ、食らっとった尻尾。食らってたよ。しれっと食らってた、今。危ない。ごめんなさい。ごめん、謝らんといて。そんな低姿勢なハンターおらんやろ。いや、危ないっつったよね。あ、危ないって言ったの、ごめんなさいって聞こえた。ごめんなさい。いや、ごめんなさい。とっさに。もうなんか仕事がトラウマすぎて、もう、いつも仕事での口癖をなんかとっさに言うてしまったかなと思って。いや、その闇が垣間見えたと思って。仲間に、ごめんなさいっていうモンハン。いや、だから苦しんどんかなと思って、仕事で、カーズ。あー、なるほど。いやいや、割と、まあ、大丈夫かな。いや、大丈夫じゃないか。大丈夫じゃないや。精神的には大丈夫やで。ああ、なるほど。精神的な方は大丈夫。なるほど、ならよかった。宿題が多すぎ。宿題、まあ、大人のホームワーク、研修等で。ああ、なるほど。あ、研修等でね、まあ。うん、家ではないけどね。あの、店での。ああ。普通、店の業務とは関係ない宿題がちょっと。課せられてんねや。なんなんそれ。いらんやん、それ。そう、研修で、ね。めっちゃ関係ないやつやけど。一石投じてもだ、うん、いらんやろそれ。まあめんどくさいね、実際。危ない。そうやな、モンハンしながら語る話ではない、ね、危ない言うとるし。いや、思った。あ、思った、うん、一瞬ちょっと我に返った。やめよう、仕事の話。あれ、何の時間ってなった。ピンチ、カーズピンチ。やばい。グッサン、粉塵ジェントルマン行ったれ。粉塵ジェントルマン。あ、俺、セーフ。そんな意味をつけられてんの俺。いや、あんねん、ほんまに。トリンキーイレブン2。おお、来た。お、ま、溜まってないわ、ごめんな。一緒に打とうと思ったけど。うん、溜まってないわ。いや、今日そう、ゲンゲンとあのグッサンはあのトリニティ兄弟で。トリニティ兄弟で。トリニティブラザーズで行くから。はい。すごい。
任天堂そのグッサンもついにトリニティレイブン2が解放されたみたいやからトリニティ兄弟でちょっと行こう。任天堂のマリオブラザーズ、カプコンのカーズ俺も結構やばかった今俺も割とやばかったわ。すごいやっぱこいつ強いわ。グッサン一人で頑張って。なんで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 。ちょっと一旦回復、一旦回復。隅っこの方でめちゃめちゃ回復してますやんか。ちょっと待ってください。連れてくんなよ。連れてくんなよマジで。いやそっち行った、そっち行った、そっち見た、そっち行った。あに移動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 。あかん、カーズやっぱあれやわ。邪念がちょっと混ざっとるわ。まだまだちょっとな仕事のこと考えちゃっとるカーズ。よくないよくない。まだ頭がハンターになりきれてない。そう。今日寝てばっかりだな。まだ。うん、今日仕事休みやったんやけどな。やっぱ休みの日ほどな、やっぱ思い詰めとったら考えてまうもんやから。そうな、うん、そうなんかね。だからそうや、なんかやってるみたいな感じになってるけど、うん、元気よ。今日いやだってもう出ちゃっとるから結果に結果としてしゃあないよそれは言われても。モンハンの動画でお悩み相談やめてよ。メンバーのしゃあないよだってもう出ちゃっとんねん結果に。顔面しまく、ああ避けられてる、もうアウトオブガンシュやんこいつにとって。待って顔面しまくがさ、俺あの編集の時にやたら入っとんのよカーズの声で。顔面しまくとしばくがやたらとカーズの声で入っとるから。アブナッシングもよう言うね。アブナッシングもよう言う、ね、本当に危ないもん。危ないのかナッシングが危なくないのかわからないという。いやもう超消しにしとんやん、うん、ナッシングで。あれ進行形やからね、あれは。あーなるほど。やばい、大技来る大技来る大技来るよ大技来るよ。全然ちゃう、問い取るだけ。あ、問い取るだけ。あ、問いてんだ。普通に問い石使っとるだけ。なんかなかったっけ。いやあるある、紛らわしい紛らわしい、なんかあんのよ似たような技。はいはい、はい、いやこれ 今ふと心配になったけどさ、2人弓でいけるこれ。いや大丈夫大丈夫。なぜなら俺にはこれがあるからね。おっ、トリニティレブン。あ、外した、外す、すいません、外しました。ダセー、外しました。トリニティレブン、こいつやばい、おい、ダセーは今の。ああ、あ、こいつ外すんちゃうって思ったけど正直。こいつが動き始めた瞬間、あ、やばい、外すんじゃないこいつって思ったけど、伏線を回収しまった。案の定外しやがった。まあフラグはね、今のは情けないな。 あ、来るよ来るよ来るよ、大技来るよ、来る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 、はい、おー、危ねえ危ねえ。いやこれやばいよな、可動域これすごいのよね。すごいのよ、すごいのよ。なんだお前、ディノバルドのなんだお前。オッケー、今トリニティレブン2、今、はい、うわ、オッケー、ナイス、オッケー、自分で回してるやん。やばいね、ちょっと今日やばいかもしれない俺。やばい、大丈夫や、頑張れ、あと2回ある。あ、2回ないわ、あと1回ある。あと1回。え、元気やられたっけ。いや、やれてないけど、いや3回目死んだらもう終わるから。あ、そっか、実質あと1回しかないから。疲れとうぞ、チャンスやぞ。よし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 、ほんまや、今与えないと、なるべく。お、ナイス、いいぞいいぞ。どこ、なんか何度も変位置が壊れた。そうやね、どっかしら、どっかしらやった、どっかしら。いやー、危ない。蹴るな蹴るな。いやもう、元気の蹴りすら受けていくな俺。絶対回避、元気の蹴りを。絶対回避やったな今。私回避力だけはまあ人並みには。人並みや、一番初っ端で死んだやつが回避力かなの。面接で言うても信用ならへん、そんなもん。もう、来るんじゃ来るんじゃ。履歴書で一回力尽きてますよねって言われる。ディノバルで一回力尽きてますよねって言われる。そう、まあそういう、そういう時期もありましたねみたいな。そういう時期もありましたね。なんだ、モンハンガチ勢の面接官や。確かに。面接でモンハンガチ聞かれるって。おお、倒れた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 、今チャンス、カーズ行け、チャンスや。何かしら打って、何かしら。何かしら、何かしら、スピニングメテオ行け、スピニングメテオ、スピニング、ちょっと噛んだわ。もう終わった、もう終わった。技名噛んだら終わりなの。カーズ、下がれ下がれカーズ。あ、危ない危ない、もう下がれ、今危ない、今危ない、あっといただけ、大丈夫大丈夫。すごい、国空に向かって大技振りまして。今日ダメだな俺。ちょっと今日は良くないね。まずいですね今日は。まあそういう日もあるけど、ね、今日じゃあおとなしくしときかず。おとなしくしとこう。今日家から出ん方がいい。ATM 行ったぐらいかな今日は。ほんまに、ほんまや、ほんまなもしん。
カーズの日常チャンネルじゃないんやから。何その可愛いと笑い。いや、これいつもじゃない。いつもじゃない。いつも ATM 行って。いや、そういつもいつも。カーズの笑い声が潤っとったこと一回もないから。乾燥してるな。時期問わず。こいつ笑い方プルプルやなと思ったこと一回もないもん。多分誰も思ったことないじゃん。やべやべ。プルプルってあんま使わん。潤ってるという表現に対してプルプルはあんま使わんないけど。笑い方こいつモイスチャーやなと思ったことないもん。モイスチャー。モイスチャー。待て待て。会話で使わんやろモイスチャー。落ち着け。待て待て。大型犬と戯れとるテンションなんやカーズがちょっと。誰か注意したって。注意したって。そんな場所じゃないぞないぞって言ってあげて誰か。ちょっと待ってくれ、これ。ちょっと待って待って、落ち着け落ち着け。気ぶたくなってない。待て。待て。入ってないよ。いや、でもね、過去の動画見返したけど、うん。なんか俺、声に感情が全く乗ってないなと思って。あ、気づいたんや。今気づいたんして。そう、いや、前から思ってはいたけど、特にこの動画、めっちゃ感情ないなと思って。いや危ない時はほんま危ないって思ってんだけど、あの動画に載ってないよね。そうやな、なかなかね。あ、危ないって言うから、危ないって。ほんまに危ないよ。あのテンションの危ない聞きすぎてちょっとイライラしてた。後半、編集の後半。それどうしたらこう普段の喋り声に感情が乗るか全く分からんのよ、俺。なるほどね。カーズ悩み相談多いな今日。いや、今日カーズのお悩み相談会かもしれんね。お悩み相談。お前隙間見つけ次第すぐお悩み相談してくるやん。お悩み相談ではないけど、いや気づきよ、これは気づきやから。あ、気づきね。気づき。気づきと学びね。自分の声あんま聞かんしな、正直。そうやね、なかなかね。うん。あ、こんな声やったんやってずっと思ってる。ナイス。内数にも感情こもってないしね。なんで。なんか全然嬉しくなかったもん今。まあてか今回も斬撃が一人もおらんから、あっ、尻尾切れんというね。相変わらずね。楽しめよお前切断を。カーズのハンマーで尻尾ぺっちゃんこにするぐらいしかないよ。プレスしちゃわないもん。プレス。プレス切ってはないもんね。あの押し花みたいにしてしおりにして本に挟むぐらいしかできない。いらんわ。ああ、ナイスナイス。カーズない。え、グッサンか、どっちや。ああ、いや、俺やってない。俺やってない。じゃあカーズか、ナイス。俺なんかいいぞ。あざすあざす。なんか来るよ、なんか来る。あ、来ない。悩みをバネに変えてよくやったカーズ。あ、来た。お、ナイスナイス。誰や、ナイス。誰でもいい、この際。トリティ、俺にトリティディレイブツーワイヤー外しました。ありがとう。あ、最後一発当てました。ダブルで、お、早いぞ。早い。意外と、俺のレベル2の強撃瓶が効いとる。間違いなく。みんなで頑張ってんねんから、もう。あ、みんな、あ、みんな。みんなで頑張ってんねんから。そうか、みんな。お前のレベル2強撃瓶はいいのよ。ペイント瓶で頑張ってんのよ、俺。ペイント瓶で頑張るって。今もなお。ペイント瓶で頑張るとこ間違っとるから。いや、えぐ。今もなおペイント瓶でペイントし続けてるからね。びちゃびちゃだね。びちゃびちゃよ。お前そんな色やったっけみたいななるやん。心なしか体がピンク色になってきてないこれ。なってないよ。なってない。みじんもなってないよ。なってない。スプラトゥーンみたいに自分の陣地みたいになってさ。ビチャ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 っつって、ほんまにペイント瓶やった。床隠れ出すんじゃん、そのうち潜って。そうそう。ほな後ろから出てきたみたいになるよ。いやいや、余計強えやもうなあ。ディノバルドそうなられたらもう俺ら手つけれへん。とか言ってたもん。難しい。9、多分9で寝るからこいつ。あ、そうなん。あ、9ちゃうわ。10、11かな。11か9で寝るはず。俺マップないから今番号が分からん。今7いってるで。うん、それ分かる。うわ、来た来た。これ寝に行くぞ。多分11で寝る。ここで殺せ。いた、刺された。殺意芽生えとるやつに刺されてんけど。
いや俺はカーズの追いかけ具合すごいな。早い早い早い。貪欲やなあいつ。こいつ全然ねえなこいつ。不眠不休で頑張る。いやじゃあ俺らがあれやねん。移動してすぐに追っかけたから。ああそうか。寝る暇がなかった。クソ。俺らのせいやがってみたいな。土曜ぐらいに寝ようとした時に家に友達が来て飲もうぜっつってあー寝られへんのまあいかみたいな。死んじゃう。あれグッさんそんな陽キャのノリあったん？おーさーお前やったんやったわグッさん俺が回復しとる間にとうとうやってしまいました。やばいやもうないぞ後が。やばい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 。まずいやそうね俺終わりだ。ああまあまあ、罠使おうかもう。おああ倒れんくそまずい。主人公うわ主人公当たり前やろ、ま、俺以外誰がおんねん主人公。いやいやみんなが人生というゲームの主人公や。ああそうかそうか、うん、俺の人生からしたらお前らはモブやけどお前らの人生からしたら俺はモブや。いやもう俺らが、ね、それでいいやんか。ゲンゲンと関わってる時点でモブではないやろ。全て主要人物であるやろ。なんでやねん。ああ主要人物。ああなるほど。なんでやねん街行く人ではないやん。まあまあ役名ぐらいは与えよう。役名ぐらいは。倒した倒した倒したぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと大丈夫かこれ。剥ぎ取りに行ける。やばいね。やばいんちゃう。やばいかもしれん。無駄に遠いところで死んでるから。カーズ、今からグッサンのとこ会いに行って蹴ったってひたすら。あ、やめてください。ハンマーでポーンって。ハンマーで間に合うのかグッサン果たして。間に合うのか。次回へ続く。いらん。ここで To be continue いらんのよ。やばいぞ。ちょやばいやばい。ほんまにやばい。ほんまにやばい。いや30秒ぐらいちゃう。ディノバルド。ディノバルドハゲ取らせてくれ。おしゃ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 。カーズ棒立ちやしさ。すべての感情失っている。まあ喋りどころじゃないんよお前。もう立ち振る舞いまでもう無感情やから。ああなんか。待ってなんかさ、やんでないから俺。何も言うてないから別に。いやグッサンはある方じゃない。言われあ。いやないやろ。ない。グッサンないやろ。もうないっすか。うん。この動画でちゃんと人間やったん俺だけやろ。え、ゲンゲンもトリニティ・イレブンズって言うてるマシーンやったけど、今まで。いや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 。トリニティ・イレブンズ。あ、あれ、俺あれだけボット使っとるから。ああ、そうやったやん。ちょ、次斬撃使いたいな。せっかくやから。あ切りたい。どうぞ。ああ、どうぞ、じゃないよ。いやいや、トリニティ・レイヴン2、あんまり一緒のタイミングで打たれんかったから、ちょっと、残念やな。いや、あれはさ、正直、グッさんが無能やったかなって思うわ。いや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 。だって、たまる頻度圧倒的にちゃうかったよ。うん、全然ちゃうかったね。お前の手数が少ないからちょ、じゃあ、行くよ、次。ティガレックス。よし。これ、ティガレックス、気合入るね、これ。これはね、パッケージモンスなんでね。確かに俺もあの、うん、メタルキャストリッドのピースウォーカーで戦ったことあるからね。え、ティガレックスと？そう、あ、そう。コラボしてて。コラボみたいな感じ。そうなん。そう。え、出てくるんやじゃあ。出てくる。リオレースも出てきたな。出てきたな、リオレース。あ、そう。そう。メタル、これがメタルキャやったら俺はガンガン戦えたけど。ミサイルでな。ハンマー。ハンマーならどこまで戦えるかちょっと不安ですねこれは。ハンマー投げて戦ったやん。ほんまや。ハンマー投げれたからといってミサイルと同等にはならん。それハンマー投げたらただのハンマーブロスやから。マリオに匹敵しただけやから。それ成長したハンマーブロスやから。成長してる。お前あくまでハンマーブロスよりは上やという意思を感じるんや。確信はあるんや。まあサイズがちょっと違うぐらいからね。ああなるほどね。お前の方が背高いからな。確かに。まあハンマーブロスがどのぐらい背高いかは知らんけど、あまあまあちっちゃいやろお前よりかは。カーズ身長高いか。カーズだって280センチやもんな。そこまでないな。たった3メートルだよ。仕事できんやそんなやったら俺も腰死ぬで俺。すぐ仕事の話してくるほらカーズ。ああほんまや。やっぱもうあんのよ心の奥底に仕事で悩んでますよという。悩んではないけど、あのね、話題がそれしかないねんな。深層心理なのよ、カーズ。残念やけど。
あの正直なその例えの方が今とこ持ってる手数の中で一番分かりやすい例えやったわ。あ、仕事がね。そうし、例えが経験をもとにな、あのあるから、そういうの。もうまな板を90度ぐらいにならんとそれできないよ。どういうことどういうこと。え、あ、まな板さ、なんか魚さばくときとか。じゃあ90度の方を聞きたかったんけど。え、あ、2メートル80なんだら。あ、そういうことね。はいはいはい、そう。まな板は何しとったっけ。分からん。ごめん、クリスさん行きましょう。カーズがもうすごいいろんな方向行きすぎて何の話しとったか忘れてしまった。スタート地点を、いや、スタート地点を見失ってしまった。2メートル80センチから狂ってたけど。なんか、ね、そうかそうか、めっちゃ俺のせい。寄り道すごかったもんな。俺がレールを歪ましたのに。まあでもあるよね、トロッコ問題的には結構救世主みたいなもんやけど、俺レールを歪ましたから。まあ、じゃあちょっと行きましょうか。ティガレックス行きましょう。すごい、多分ネプリーグの4本目ぐらいになる。行こうぜ。てか古代林でティガレックス初めてかも。そうなんですね。確かになんか雪山のイメージあるけど。そうなんす、アシュおるやん。アシュおらんやん。そうなんすねっていう。それ社会人になった。そうなんす。ちょっと社会人からのイエスマン、マイルドになってしまった。そうなんす、そうなんすね。イエスマンや、ただの。もともとそうやろね。また俺の声ハウっとるで、誰か。そうそう、ちょっと元気の声下げよう。そう、俺うるさいからね声が。ゲンゲンがピカイチででかくてカーズの声が聞き取られへん時がある。あ、マジでちょっとマイク近づくわ。まあ、それはカーズがな、ハキハキ喋らんのが悪いからね。化石思考すごい。壁薄いからね、うち。あ、ね、あ、そうかそうか、俺らの関係みたいに薄いんやん、カーズんちの壁。嘘なやろ、そんな薄いか俺ら。あ、そうだな。そうやったんや。薄いやつも。イギの唱え方がすごいマイルドやねカーズ。すげえ、なんか新鮮やな、古代林のティガレックス。確かに。ちょっとせっかくやからティガレックストークもしとこちゃんと。ティガレックストークね。ティガレックストーク、なんかあったっけ。ティガレックスに思い出。ティガレックスの思い出無理やり絞り出さんでええから。俺そこまで無理せんでええから。メタルギアしかないっすわ。メタルギア、ええって。メタルギアの思い出やったらもう出さんといてくれ。やばいやばい、カーズやばい、カーズやばい。もっとフンジンジェントルマン、フンジンジェントルマン、どうもフンジンジェントルマンです。お給役よいしょ。ありがとうございます。志村けんさんみたいにやめて出てくる。グッサンがやばい今度は。マジ大丈夫、大丈夫、俺使わんよ。あ、なんでやねん。最悪やもん。お前、てめえフンジンジェントルマン呼ぶくせに。俺呼ぶ係やから。あ、カバオ君みたいな感じなんや。そうそうそう。うわ、早いな、こいつ。こいつ早いだけが取り柄やからな。早いか、そんな。動きうるさいだけでそこまで速くない。動き速い。モンスターハンターストーリーズのフィールドでの移動速度めっちゃ遅いけど、こいつ。あ、そう。ちょっと、ストーリーズは広げられへん。あ、じゃあ俺が広げよう今度。ああ、どこ。今日な、倒したんよ、あいつ。誰？名前忘れたわ。おい、広がらんやんけ、話が。なんかあの、アイスボーンの、アイスボーンのあの、なんかパッケージみたいなやつ、倒してんの。あ、イベルカーな。あ、そう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 。あ、強かった、あいつ。いいじゃん。強いね、あいつね。そう、あの、レドじいちゃんがな、手記を残してくれとって、そいつの倒し方みたいな。はいはい。こう。それを見ながらちゃんとあの攻略するみたいなね。うん、だからレドじいちゃん様様やったんよね。レドじいちゃん、うん、レドじいちゃん手記ってこと。そうそうそう、だからレドじいちゃん大手記ってなったわ。俺も今のはちょっと誘導したね、俺はね。そうやな、確かに。これがメンタリズムです。あ、グッサン、はい。いや、ええわ。あ、いいですか。偽大悟がちょっと現れたから。偽大悟が現れたから、もうなんか、どうでもよくなって、ね。喋る気なくなった。申し訳ないことをしましたね。偽大悟もなんか存在そのものがデバフやから。うわっ。
わあ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、おっと。なんか出そうやけど、ガチ。なんか出そうなんはやめてよ。出ません、出ません。トリンチイレブン2は出ます。うわ、来たしょー。おいしるみます。決まったね。おお。決まりました、ね。決まりちゃった。これ決まりましたね。うわ、来るぞ。なんか来る。うわ、出た。スピンや。フィギュアスケートで見に来たんか、みんな。誰がトリプルアクセル？出た、スピンや。飛翔中山始まりました。無言で打ってもらおう。ありがとうございます。おめでとうございます。ちゃんと仮技決めたら報告してな。後でもいいから。いやいや。お、無言で指名生に行く？あ、俺、俺。お、ナイスナイス、いいよ。これは有名です。オッケー、切ったぞ。あ、ごめん、食ったのに切ってもた。あ、おお。食い、食いの途中で切ってもた。いや、まだ食えんちゃうこれ。あ、ごめん、怒ってもた、怒ってもた。怒った、怒った、怒った。はい、ね。めまあまあ今の食っとる時間がしびれたようなもんやから、うん、まあまあそうやね。おーおー乗った乗った乗りました。いいね。あ、動いたわ。お前のターンか。お前のターン。はい、俺のターン、俺のターン、はい、あ、吠える吠える。うわ、はい、俺のターン、今度こそ俺のターン。よし、オッケー、ナイス。おー、ナイス。おー、ナイス。いいね。あれあれ、カーズくん、顔面がまだのようですよ。急いでください。時間は待ってはくれませんよ。すごい、メガネキャラバカおりやもう。いや、これ結構効いたっしょ、正直。正直、やばってなったやろ、こいつ。食らってきたやろ。いった、今の。ちょっと。トリンチイレブンツー外しました。ナイス外しましたか。外しました。まあ、次は頑張ってくださいよ、せいぜい。あ、飛んだ。くっそ、こいつ。これ、プレスとかないよな。先輩、先輩、先輩おるな、トリンチイレブンの。トリニティレイブン部トリニティレイブン部いやな、こう後半の響きだけやな、ブンブンがすごい。ヒカキンさんもお手上げのブンブンのようトリニティレイブンブン、うわ、どうしたらいい飛び道具あんのこれ、すごい。ヒカキンさん何でも対応してくれるやんうわ、ちょ、飛翔中山派のタイミング、あ、ちょっと今伺ってます。測り感じてる。今いけるかな。今いけるっしょ。どういけるか。いけるっしょ。今疲れてる。飛翔中山派ワン。ワンなんや。ワンです。これもツー来おへんよな。なかなか。あ、そうな。なんか条件あんのかな。いや、あるんじゃない。あ、引きずった引きずった。よしよしよし。え、絶対あいつここで寝るはずやったやろ。寝る予定やったんやけどな。うん、ディノバルドもあのこの奥のとこで寝んのよ、ここ。ああ、そう。そうそうそう、ここでな。ナルガクルガもここやった、確か。めっちゃここ。え、東横インとかなん、ここ。フィギュア11。そう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 。あ、そうやってんやん。そうそうそう。結構あのビジネスマンに人気のな場所やから。ビジネスマンやってんやん、ティガレックス。そうやで。せわしなくな、走っとるやろ、こいつ。ああ、確かに。営業の人みたいな格好してる。そうそうそう。おじゃる丸に出てくるから、こいつ。おじゃる丸、営業の話やったっけじゃあ、おじゃる丸のエンディングにな、俺、名前知らんねん、あの人。こんなやつ、うわ、激しい。なんかおるやん、あの、サラリーマンみたいな、走ってくる人。知らん？知らんな。覚えてない。正確には。おじゃる丸、ちゃんと見返した方がいいで。いや、なんで。アマプラで見返し？おじゃる丸。アマプラあんねや、おじゃる丸。いや、知らん。なんやねん。ちょっと先行玉投げてみたいと思います。試しに。小声で。聞かへん。小声で先行玉終わりだ投げてみたいと思います。やめて。おじゃる丸の話しとかな。ごめんごめん。確かに、その観点からいくと、カーズが一番モンハントークしとった。確かに。俺らが間違っとった。とかの話しとく場合じゃなかった。一番攻撃してないけど、俺。いや、でもカーズ死んでないだけ偉いやん。さっきはな、足手まといやったから、まあ、さっきはね、やっぱまあ死なないっていうことがやっぱまあ人生においてもな、人生においてやっぱ生きるがテーマですから、ね、今回お前一人で24時間テレビやんのザード流れちゃうって流れるか、負けないで負けないで、ちょっと待ってやばいで、自分に鼓舞してるタイプの危ない、あ、助かりました、助かりました、ここでやれるかね、ここで仕留めたいですねね、うん、いけますかね、いけますかね、でももう引きずっとるわけやからさ、ね、全然あるよ、もう一押し、ちゃんと
うん、実況してよ、はい、ここで死ぬ可能性あるから。さあやってまいりました。死ぬ瞬間技使わざるを得んから。うん、ティガレックス、はい、どうぞ。はい、痛い、いい、もういいです、死にます、大丈夫ですか大丈夫ですか。あ、よかったな、よかった、ギリギリで見逃してもらえた。ここで飛躍を飲みます。こいつにもう繊維はないって。飛躍で飲みます。おー、ナイス、ありがとうございます。カーズや、カーズ、今のお前、俺正真正銘お前がとどめさせたわ。今はカーズの誉れや、すごいわ。あ、これカーズの誉れや、あたした、さあ誉れじゃねえよ。うわ、おい、じゃあざした、ワンクッション挟むなよ、お前。危ねえ。ブレねん、それ、ワンクッション挟むと。すごいフェイントやった。いや、危なかった。今危なかったね。なでしこジャパンのフェイントきたね、今。いや、ギリギリ分かった、俺。ギリ、あ、これやと。あ、そういうことね。テクニックやったね、今の。そうそうそう、トラップ、トラップやる。うわ、それに気づけんかった、俺の方が愚かやったんや、今の。うわ。サッカーでいうトラップみたいな。さすがやな、カーズ。はい、ということでね、今回ね。ごめん、あ、悪いや、ちょ、言うてなかったけど、今回ちょっとあの2頭買ってね、終わりたいと思います。はい、ちょっとその代わり、投稿頻度が増えるかもしれないということなので、はい、嬉しいね、これ、うん、元気がいいんだったら、うん、いいよごめん、これ暴露するんやけど、これ始める前にちゃんと2人には説明しとるから、今日のこれ2頭で終わるっていうのちゃんと了承してもらってます。はい、ということでね、今回ここまでで終わりたいと思います。次回、まあ、次回予告もええか、長引くから。え、グッさんが無駄にボケてやんないですか。うん、やりません。やんないですか。はい、次回ちょっと何やろ、見るだけ見とく、もう見るだけ見とく、見るだけ。来週のソデさん、はい、じゃあ来週のバーサーカーモンキーズ、本日、あ、本日じゃないわ、次回は、はい、元気です。次回は元気です。今日はすごい、久々にちょっと仲間たちが力尽きてちょっとヒヤッとしましたけど、次回はちょっともっと役に立ってもらいたいです。はい、ということで、来週のバサカモンキーズは、ゴアマガラ、まずね、ゴアマガラ行きましょう。で、セルレギオスね。はいはいはい。ということで、今回ここまでで終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。棒立ちすごいな、おい。バイちゃん。急になんか固まん。バイバイ。